今回は美学ウォールを作っていきたいと思います。木材はあらかじめホームセンターで切っておいてもらえるととても楽です。まずヤスリをかけていきます。今回の木材はホワイトウッドの 1x4 と 1x3 を買いました。このように節が抜けてしまうところは本来は避けたいところですが、ちょっと間違えて買ってしまいました。ご自身でカットする際にはここをうまく切り落としてもいいと思います。塗装は和紙のウッドオイルオークで塗ります。1回目の塗装が乾いてからもう一度オイルを塗っていきます。2回目は乾く前にヤスリで表面をこすります。オイルが乾いたらウレタンニスを塗っていきます。耐水性を高めてくれるので美覚ウォールに使用しても問題ないと思います。ウレタンニスも2度塗りするのですが、乾いたら目の細かいヤスリで一度ヤスリがけをします。こうすることで2回目のニスが乗りやすく、仕上がりもとてもツヤツヤになります。今回はスタンドバーというキットを使って柱を立てていきます。1セット3つのパーツからできています。ラブリコなどを使って天井から柱を突っ張ってもよかったんですが、今回はコンパクトに仕上げたかったので壁掛けになるスタンドバーを採用しました。ネジが全部付け終わったのでパーツの確認をしたところ、最後までパーツがはまらず説明書を見返しました。おそらくネジを締めすぎたのでちょっと緩めていきます。今度は奥まで入りました。丸いパーツの後ろには突起物があって、セットしてから壁に押し当てるとマーカーの役割を果たしてくれます。壁に留めるのはネジではなく、とても小さなピンを使っていきます。大きいネジと違い、後ろの壁が施工ボードでも大丈夫です。万が一取り外す際にも釘が小さいので壁紙の穴は目立ちません。今回4つパーツを使ったので50キロ耐えられる計算です。ラジオ確認せずにグイグイピンを入れていますが、何箇所か硬くて入らない場所がありました。下地チェッカーなどできちんと確認してから設置することをおすすめします。ネジが表から見える仕様なので、ドリルで穴を開けた後、ネジの頭が奥まで入るようにこちらの工具を使っていきます。
回使用するネジはこちら。個人的に木と黒、アイアンとかの組み合わせが好きなので黒にしました。水平器を使ってきちんと水平になっているのか見ながらネジで留めていきます。床に置かず壁に設置した状態でネジを入れているのでかなり力がいります。3本付け終わったので一度壁から外します。次は棚受けを使います。このアイアンがかっこよくてこれにしたんですが、電動ドライバーが入らず無理やり入れています。次にダクトレールをつけていきます。こちらは Amazon で買ったものです。付属のネジがついていたのでネジで固定していきます。ここからどうくっつけていくか考え中です。先に棚受けをつけることにしました。棚受けについているネジが 1x4 には長いので手持ちの短いネジに変えます。
またまたネジが入れにくく、なかなかうまく入りませんでした。ダクトレールをつける位置を確認したら、本体を起こしていきます。1/4一本分を貫通したいので、今回はドリルを深くまで刺しています。反対も同じようにネジ4本留めたら完成。全部組み立て終わったら、先ほど壁につけた4箇所のスタンドバーにくっつけていきます。持ち上げて上から4箇所に差し込むだけなので、簡単に取り付けられます。4箇所きちんと入ってるか確認します。設置完了。壁からは少し離して設置しました。こっちの幅とこっちの幅が少し違うのは私の計算ミスです。目隠し台をつけるとこんな感じ。唯一株をいじってないビーチからは貯水量が出ています。ステマリアはどうやら根っこをいじりすぎたようで、今成長は止まっています。これなら小スペースにも設置できます。ぜひ試してみてください。